アンコール、ボレート、プノンダは、カンボジア南部にある、フラン国の遺跡群。碑文、彫像等が出土しており、建造物が残る。現在のアンコールボレー中心街、プノンダ寺院、アスラムマハール聖アンコール、ボレーと、オケオを結んでいた、水路アンコール、ボレーと、プノンダは、タケオ州アンコールボレー県に位置する。これらの遺跡から発掘された、 最も古い考古学的資料はおおよそ紀元前400年頃のものであり、これまで知られている最古のクメール文字による碑文のほか、最古の伝統的なクメールの彫刻が含まれている。碑文は611年のもので、サンスクリット語碑文の追放として、奴隷、栽培所、稲田、ヤシ、ンロー老樹などの単語が見られる。 アンコールボレーは南北 2.2km、東西 1.6km、内部約300ヘクタールの城壁都市であり、6から7世紀に人口のピークに達し、その後も都市として機能し続けた。1930年代から40年代の空中写真を用いた調査でアンコールボレーは南南東に約 67km 離れた外交のオケオと、 ほぼ直線の水路で繋がっていたことが分かっている。この地は1世紀から6世紀にかけてのインド文化がメコンデルタにもたらされた時代、中国とインドの間の重要な水上交易路の一角を成していた。またプレアンコール機における最も重要な政治的中国地であったことが確実視されており、発掘調査の結果から普段のトビアダプーラの最有力候補地とされる。 ビアダプーラは歴代ここアンコールボレーにあったという説ともともとはプレーベン州のバプノムにあったものが神動の南心に圧迫されここに移動したとの説がありアメリカの地理学者のポールフォースリーはバプノムをビアダプーラにアンコールボレーを並ばらながらに否定しているしかし近年では歴代説が有力である現在 観光客向けには小規模な博物館が開設されているアンコールボレーから南東に約3 5トル離れたプノンバケン山の山頂にラテライトとレンガで作られたプノンダ寺院が存在し周囲から彫像が多数出土している。始道は6世紀のもので現在は11世紀に再建されたものが残っている。同じエリアの別の丘の上には 修復されたヒンズー教の聖地であるアスラム・マハール聖という建造物があり、かつて創員だったと考えられている。アンコール・ボレーは、州都のクロング・ドーン・コルの船着き場からボートをチャーターし、1880年代に掘られた第15運河を2 0トルほど航行して、訪問することができる。そこからさらにプノンダへもボートで移動可能。ただし寒気は、 運河の水位が下がり、運行が所々困難なこともある。また寒気であれば、バイクタクシーを雇ってでの訪問も可能だが、公共交通機関は存在しない。この遺跡は1992年9月1日にユネスコ世界遺産の文化遺産候補に追加された。ありがとうございます。